まもなくゲームスタートです。身分を確認してください。のプレイヤーは、お手稲さん、おはようございます。福西陽介です。まあそうですね。聞こえますかね。はい、あの皆さんの発言をね、まあ一週しか聞けないというところで、まあ、発言位置としては弱いポジションではございますが、えー、頑張って村のためにね、えー、貢献していきたいなと。 いうふうに思っているところですけれども、まあ、そうですね、なるべく村にないことは避けていただきたいなというふうに思いますね。れこ,これは村の皆さんの共通認識と,と、えー、しましょう。例えば、私です、村ですとかね、言った場合には人害がそこに白を打ちやすくなっちゃうんでね、まあ、でそういった村にないことはしし、えー、極力控えましょうというところを、まあえー、村の、ね、共通認識にしましょう。はい、では、番さんどうぞ。2番 のプレイヤーは発言して,て,言してください、はい、おはようございます一番さんに関してはまあ村にないってことは村の共通認識として、まあ、やらないでおきましょうみたいな発言で特に、まあ、声色とかも含めて怪しくはなかったなって思ってます2週目一番さんのところは発言は聞いていきたいと思いますそうですね 僕は結構、まあ、要素の拾い方がなんかおかしいなって思った人は人外かなって思うんで、まあ、どっちかと言ったら単体精査が好きですね。はい。まあ、3番さんに回します。3番のプレイヤーは発言してください。は,さいはい、おはようございます。そうだな、一番に関してはもらえないことはするな。うん、まあ、そうだね。まあ、うん。 弱くなるからね、そういうことをするとね、2万に関しては単体みたいな話をしてたけど、まあ自分はよく言うけど、単体だとね、単体で黒い人とかも分かってない人とかもいると思ってるから、デフォ黒とかね、だから自分は LINE とかもね、盤面とかでしっかり見ていきたいかなと思ってるかな。この状態何もね、出てないしね、何を発言していいか分かんないんだけど、うーん。 まあ、ドーン進行するなら、ドーン進行で一番の位置で、一番が合図してやってもいいし、まあ、出るなら出るで、それは役持ってる人のお好きにどうぞってところかな。うーん、ぐらいしか言うことないかな。別に、一、二が別に変な発言はしたと思ってないし、二周目位だと思ってるから触れようがないんだよな。以上。4番のプレイヤーは発言してください。 はい、お願いします。まあ、これで1,2,3、色落ちなしとか言うと、うん、それはそれで、うん、全く色落ちがなくなるから、うん あえて無理やり言うよ3番に関してが一番引っかかっているかな。うん、3番地点で1番、2番って、うん、色落ちがないんだったら、せめてサイズ系ぐらいは必要かなと思っているし、2番の発言における1番への触れ方、うん、あの単体精査をするのであれば、もうちょっと深く、うん、1番の思考を読んだ方がいいかなと思っているから、そこに関して議論発展できるのは印象悪いっていうところ。うん 2、3でどっちの方が印象悪いかって比べたら、うん、言ってることと行動としては合っていないっていう方が、うん、2番には感じ取れるかなと思っているぐらいかな、うん、2、3、1の順かな印象の悪さ、うん、1番はなんか選挙にでも出そうな感じの口調やったけどねまあそのぐらいかね以上5番のプレイヤーは発言してくださいまあ1番3に関しては2周目のグレー考察次第でいいと思っていて、まあ、2番さんに関しては うんどうだろう、あんまり4番さんがん無理やりでも色を落とそうとしている、精査意欲は一応は感じる。ただ、あんまり釣られたくないから、釣られたくないように4番さんが順,順,順,順位付けをしたような感じがする。だから4番さんの,その,村あの色を落とそうとしているから人害の可能性も一応あるから、4番さんは一応怖い人物ですね。で それくらいに見えてます、今、現状に関しては。だから、一番、二周目、二番、三番、さ番、同時進行で一番なんとかって言ってるけど、その一同時進行で三人目で言うかと思った。四番、さん一番怖い位置。で、二番、さんに関しては、もう、コインが二周目、60秒くしかし喋べんないと思うので、しっかりついてあげてほしいです。六番、のプレイヤーは発言してくれます。とね、みんなと起点が違うんだよね。まあ2、二、四、五、二周目かなって。まあ5が4、五が四、四は休むのもいいし、二はまあ、 1> 1 2の2は見妙な。うんとね、村村村村って言わないよ、村が。村のためにとか、うさくさくない地場さ、演説っぽいでしょ。村にある、それ。何その演説、村村村村村村,村って。そんなすり寄る村にと思って。1が村だったら村にすり寄る必要ある。あなた村なんでしょ。なんで村共通するんだ、そんな演説っぽく。 拾ってんでしょ4番さんあと3番さんまあどん進行1の1でどん進行しましょうで3番さんが役に任せますって言うと3役ねえんじゃねえかなってなんでそんな防御感出すんだろうと思ってだから13が怪しいんだけどそこ拾えてない我が輩だけ拾えてるからね13だから2452周目13は13は怪しいですよ13は7番 のプえっとね自分は3番さん1本かなやっぱ役職の方はっていうともう占いないのが透けちゃうから、まあ、ついつい3番さん人狼で占いないの透かしちゃったんかなと思うなんかね人狼ってついつい役職ないの透かすんじゃないかなと思っててなんでかっていうとやっぱ人狼ってフルオープンの方がやりやすいんよねってなるとついついなんか透かして やってほしいっていう意識から出るんかなと思うからまあ3番さんが無意識に出たのかそれか恋にねあの占い師じゃないっていうのを言って強人から資料もらいたいんかなって思うから自分は現状は三番さん一本かなと思ってます釣リーチ8番のプレイヤーは発言してくださいまあ3番に関してはまあ67の言ってるのであるんですけど まあ5番さんに関しては、その4番さんが怖い位置っていうのがよくわからんかったですあと、まあ、6番さんとは違う指摘やけど、俺は1番さんが結構狼の可能性あるかなと思って。まあ、その理由やねんけど、なんかあの、聞こえますかねとか言ってたんですけど、わざわざ誰もチャットでないとか言ってないのになんで言うんかなと思って。なんか狼でその、チャット出したところに素人、 の確認してたんかなとかちょっと細かいところ気になったっすねなんでそんなにいるんやそのぐらいかなもう紙の可能性もあるかもしれないですね一番考察次第9番のプレイヤーは発言してください一番さんってなんか飛躍しかしたりむらりないところを こ行動はししししなないいよようにしましょうみたいな話した話て、ね、3番ってそれに同意してるにもかかわらず役の方はなんか自由に動きましょうみたいな話してたのがなんか1の評価するんだったら透かしちゃダメじゃねって思ったのね3に対してはだから基本的には67がとう1で4番5番がそこ拾わんなって思ってて8番に関しては 分からんけど1とか5に対する指摘に関しては俺は4号がなんか3番でそこあんま拾ってないなって思ったのが俺は気になったから3番について三うん1に同意するんならすかすべきじゃないと思うんだよねって思ってるから67がまっとうで3が気になってます8に関してはちょっと、うん、分かんないね15に対する視点は1番 のプレイヤーはじゃあ50秒でいきましょうか。50秒でいきましょうか。ボン。ああ、ちょっと待って、見えない。えー、っと、5番さんはあ6にしろ。はい。えー、っと、9番さんが7にしろ、うん。で、2番さんが8にしろ。 これね、まあ、この中で言うと5番さん釣ろうかなって普通に思ってますね。あのその理由ってねあの4番さんに対して怖いっていう指摘あの精査にはならないと思ったからですかね。えっと、4番さんっていうのは聴衆、えっと、団か2番さんに対して何て言った,言ったかというと,、まあ、えっとあえて言うなら単体精査するならもっと一1を深掘りしろっていうことを、まあ、4番さんはて。 まあそれが正当かどうかは一旦置いとくにしろ、5番3って2番に対して制裁意欲があるという評価がまずそもそも俺はおかしいと思ってて、2番って別にそんな制裁してる、全然2周目じゃないですか。単体制裁してるそぶりもあんまないので、制裁意欲があるっていう2番の評価が変だし、もし制裁意欲があるってなったら4番が、2番が1番のことをもっと深掘りするべきっていう指摘に対して5番視点で4番が怖いっていう評価になるのが俺は違和感だったんで、 まあ現状感においては5番さんま、釣ろうかなというふうに思ってます。3番に抱いた違和感は9番と同じかなというふうに思って聞いていました。8番のご指摘は結構いいなと思ったけど、ただ、俺に対する言及は変だなと思いました。自分はまあちょっとシステム的なもんなんで、自分が仮にそれ8番の言うようなものを狙っている場合は、もうちょっとそうやって聞こえますかを長く言いますけどね。はい。そこら辺はもし8番さんが裏だったら組み取ってほしいなというふうに思って聞いておりました。はい。 ご案内を頂っております。以上です。2>, 2番のプレイヤーは発言してください。はい、8番さんが占われて、8番さんが白でした。ちょっと発言位置と発言時間が弱いので、ちょっと申し訳ないんですが、えー、っとまあ頑張って考察していこうと思います。まあソール選実践えっと5番さんと9番さんかな。 が占い出てると思うんですが、えっと、5番さんのことをどちらかと言ったら人狼で9番さんのことを狂人で思っていますあ。ごめん。ごめん。どっちが人狼かよかはわかんないですね。で、3番、9番さんに関しては3番さんその位置で色落ちほぼほぼしてないのに一本指定したのが狂人でやるかなと思ったから。 そこの視点がなんか強靭っぽくないなって思ってて、5番さんに関しては、あ、ごめん、5番さんがローだったら4番さんのこと怖い位置っていうかなって思う。3番のプレイヤーは発言して,て,発言してください。えっとね、5、8、2のどれかなんだけども、そうだな。うん でも5の別に4の怖いっていうのは占い師目線から言ってんだったら別に普通だと思ってるかな4って別に何だろう発言が1結構述べてる位置だからどう取るかだからそこは占い師目線で言ってることは自分は5が変じゃないと思ってるかなでそこを1でなんか1がもう555っていう一番が変だなとはちょっと思ってるかなと思っててで9があるなら強人かなと思っててなんでかっていうと3って言うと。 3番か言ってて、なんか、なんだろ、67はいいみたいに言ってて、じゃあもうちょっと占い師目線だったらシェアを広めてみたらどうですかっていう9番には思うから、広げたくないっていうのもあって、そこは、なんだろうな、普通に強靭なのかなと思ってるんだよね。うん。って思ってるかなうん。なんかシェア、もし本当に死んだら、シェアが、シェアが狭い人なんだなと思っちゃうかな。うん、だから、状況で別に、ーんー、に うん、別になんか5は別に気になんなかったかなと思ってるかなでも1がなんかそこを5で叩いてるからまあ、12に見えるかなとはちょっと思ってるかな別に1、うん、番の、ね、言ってることも正味よく分かんなかったしねうん、うん、で5番はあの時あ5番じゃない4番か4番がちゃんとランキングつけたのは結構いいかなって正直思ってて7もね正直1本だったからね71がどちらかと気になるかななんかラインを見せないようにしてるのかなとも捉えられるしねうん うーん8番はなんかうーんでも8番って1の狼の視線を向けてだから8って3をそこでさ釣り寄せばいいと思ってんだよね、便乗すればだから8も白いと思ってるんだよね4番のプレイヤーは発言してくださいうーん今のところ、うん、あの言っていることは9番がマットやと思っているんだよ、うんまあ 9番の4番5番っていう指摘の仕方、俺はあんまり納得は言ってないけど、ロジック自体は組み立ってると思っていて、うん、だとした場合、5になるのはまあそうやなと思った。うん、ただ、あのグレーの3番、ここに関して言うんであれば、7番1番が気になるんであれば、うん、普通って、あの急にせ、決め打ちの方が良くない だって、7番視点って、うん、9番の,あの言っていることと対して変わっておらず、うん、9番って3番に対しての,あの、うん、発言での言及やから。で、それに関して1番って9番に対してのことを評価してるんやから、7、1って、うん、怪しく見るんであれば、筆頭1、9番やと思うよ、次1。っていうとこね。うん <laughs> まあ、俺は1番に関しては単純に演技臭いなと思ったけれども、グレースケール次第やと思っていたからね。うん、これに関しては6番、8番としては違うかなと思っているんだよ。うん。だから今日は2か5かなと思ってるんやけれども、うーん、微妙かな。だから3をラスール1としてつけるんであれば、5よりは2かなと思ってるのね。うん。5番、3番で、 つながるようには思っていないからこの場合はただ単体での5番ってどっちかっていうと否定的ない意見が多い中3番がそれを提唱するんであれば7番1番っていう怪しみの目線でいくんであれば9番釣りじゃないと思っているからそこの釣り位置の上げ方にはあの、うん、俺は違和感を覚えたから、うん、だから2ローもあり得ると思っていて5よりは現状2の方が釣りたいかなと思っている以上5番 のプレイヤーはは発,発言してください多分現状は結構例のに白刺さってるから俺釣つったところで何の情報にもならないし俺だって4番さんって怖い位置だもんだって123が色落ちないんで4番さんだけが123に対してあのんとか色落とそうとしてなんか人外だったら怖いなって思うもんだって。 何,何か強い収売り落とそうとしてたから4番さんってだから怖い1って言ったのに1番さんそこで俺を通用して2番さんのグレーコーサー聞いた二2番さんってグレーコーサーもしてない中で釣られに来たり強人だと俺は思ってて5番9番どっちが人狼なのかなって迷ってる感じがあったよ2番さん目線っていうのは人狼やっぱり釣ってしまったら自分何やってんだっていう戦犯になるわけでしょだから5番9番迷ったんだと思うよ うん、だから番俺、表やっぱり自分は釣られたくないから、票集まるところにやっぱ行きたいから、九には集まらない、2か、2かなと思うけど、3番さんもすり寄りはあるかもしれない。若干ね、すり寄りあるかもしれないし、3番さん、俺が死んでおいてくれるのはすごいありがたいんだけど、すり寄りもあるかもしれないし、4番さんに関しては、まあ、5、2と比べたら、5番さんか2番、どちらが、現状は2番さん行くって言ってるから、すり寄りっていうよりは、なんか、四2のラインに、どうだろう。 現状、八番さんに関してはないとは現状は思ってて、なんか一番さんの殴りっていうのはなんか、結構細かいところでしたけど、しっかりせ一,応せ一応言っていたので、八番ないって言って現状くれだったら1か、しりおりの3番かどっちかかなって現状は思ってますね。はい。間違ってるかもしれないですこれは、はい。6番のプレイヤーは発言してくだまいまあまあまあ、あの、私も60秒、ちょっとだけ指定していいかな。やっぱ 5が真の場合って6白しかないから5以外で行きましょう。だって2級比べてください。2級に、2級に絶対陣がいるんで。だって5の真の場合って6段でね。うん。あの、私の印象ですよ。3番3の2周目非常に良かったと思ってます。3の言う通りですね。じゃあ9が、9が真ならもっと3、4、3、4、5とかにして伸びるべきだと思ってますね。ヘイト飛ばしてないですよ。 白評価しかしないと思ってます。その3の指摘は良かったと思,う思いますね。それなのに4って3の評価上がらなかったんだなと思ってますね。ちょっと5だけは5以外でいきたいなと思ってますね。だって盤面で6白だけしか持ってないんで。うんそれでお願いします。今日だけ5なしで。7番のプレイヤーは発言してください、ね、ちょっとまあムらりないことを言っちゃうんだけど、俺狩人ないんだけど。 もしカリウドがグレー冷たいんだったら出てグレー冷めない。それだったら3回1行きたい。まあ3番さんはやっぱ占いないのですかスコイがうらりないのと、1番さんがやっぱここでご釣りをし、5番って霊能に刺さってるからやっぱ初日の釣り位置じゃないから安易にご釣りをしてるのが怪しい。で、なんか8番さんが1、なんか釣りをしてるのもなんか1黒く見えてきた。 なんで3番釣って白ならほぼ1がローだと思うから俺ちょっとグレー冷たいんだけど出ないね。まあ出ないんだったらもうしょうがない。ってなったらもうやっぱ2番さん行くかな。まあ2番さんその1だからグレー考察伸びなかったのもしょうがないかなと思うけど5番さん例の刺さってるし9番って7番占いの可能性あったし考察合ってるから3番やしむとこう。 まあただ、がろうの時は3はないんだろうね。7番が3釣りをしてるから、3の釣りたい資料の打ち方だろうから。まあ、これ3しようって、俺グレッツメ強いと思うんだけどね。まあ、出ないなら、占いから行こう。ただ、あのね、狼釣れた時は占い噛んでくるよ。そこは彼ドさん、ん占い声も結構強めで、 行った方が俺いいと思う。俺3番か1番どっちかなと思うわで。自分は現状、まあ9番さんがよっぽど怪しい発言しない限りは2番さんに入れます。8番のプレイヤーは発言してください。まあそうですね。9番さんの発言次第ですかね。2、9やったら。まあ5番さんは6に刺さってるって言うけど、まあ、ないと思うけどね。占い師は。 今日は5番いかんちゅうことやけど。5番がそんな深く考える必要ないと思ってんけどあの、怖い位置とか。怖い位置、逃げ切り位置やったら、まあ、占おうで済むから、占いしまって怖い位置だなーって考え、深く考える必要はないと思う。だから、占うっていう選択肢なんだけな持ってなさそうっていう印象ですね。五番は。 9に関しては、まあ、7、白っいうことで、まあ、安直に考えたら、マっトう位に白出してるから、銀がやったら狼かなって感じですけど。うん。だ2番3に関しては、それで、まあ、内訳がどっちかわからんって言ったのが、ちょっと考察が伸びてないなっていう印象が。まあ、9がまともな発言したら2番いきますけど。 まあ、グレーで感謝3番はなんか8は白いんじゃないかなって言ったけど、2行きますって言ってんのが、まあ単体で見てるんかもしれんけど、よわからんなって思ってます。1番に感謝はまあ、そうですかって感じだったっすけど。9の発言聞いて2か9いきます。九番。 のプレイヤーは発言してくださいまず俺なんか視野狭いと言われてますけど3番に気になって67マット1ってまあ俺は7の白持ってたわけなんだけど45に関して3の底拾わんなっていうの気になるって発言してるから俺ほぼ全員に触れてますけどねで本戦は2番狼軸で見た場合っていうのは4か8かなって思うんだよね基本的には。 1>, 1番が5番一本ずり指定した場合って1番2番だったら極太ラインなんだけど4番がね3番に対する指摘があんま通ってないと思っててなんか3の視点だった場合は9に向くんじゃないかの理由がそもそも俺って7の白持ってるからだから3が7怪しもんだったら7白持ってる9番が怪しいんじゃないのでいいのになんかめちゃくちゃ回りくどい言い方してるなっていうのが4番に対して気になった点で。 1>, 1番に関しては単体では俺結構視点近いんだよね。で、うん、8番に関してはちょっと分かんない。2周目聞いたけど、結局9の発言を聞いて、2番か9番っていう視点だから、なんか、あんまりなんかどこを一番怪しいのか分かんないなっていうのは、1周目からあんま分かんないなって8番に関しては思ってます、うん。で、1がそこまで俺怪しく見えてなくて、3番はね、 6、7、8からムラりないって言われて、9に関、9からもう一番の視点に同意するんだったらすかすべきじゃないんじゃないのって殴られていて、6、7、8、9から3番と怪しまれてる構図だから、結構盤面的にね、なんかあんま良くないんだけど、囲わないと死ぬ位置だったんじゃないかなって思ってるとこがあるので、3に関しては。ただ、5番、1番だった場合っていうのは、5番がローだった場合は、5番、1番の、まあ、ラインっていうのは、 あるかもしれないなとは思ってます。っていうのが初週の怖いっていう4番に対する振り方が54っぽくないっていうのがあるからと思ってます。二番投票を始めてください。違う、私じゃありません。何かの間違いです。うん、3位じしんでないちょっと急強かな。2>, 2番。 のプレイヤーが選ばれました。二番。のプレイヤーは。発言してください。さい,いやー、ごめんなさい。ちょっと発言のみなくて、本当に申し訳ない。まあ、ただ、これが村の進行なのはしょうがないと思っています。八番さんは白なので。八番さんの白の。うん、えー、えー、進行で言ってください。 現状、そうですね。まあ、一番さんの印象は、ドン進行で出た時に、すんなりと五番さんのことを釣りをしていたっていう、五番さんが偽っぽいって言えるのって、なんか人外っぽくないなって思ってます。で、そこの様子を拾わない、まあ特に七番、三番のどちらかにラスユルがいて、 正直ごめん、僕はごめん、5番さんと9番さんのどっちが人,人狼か強人かっていうところまではたどり着けなかったです。ただ、実質点、7番と3番どちらかにラスールがいるんじゃないかなって、一番さんは白いかなと思っています。以上夜が来ました目を閉じてください 朝がクました昨夜死んだのはンダ死んだこれバ番のプレイヤーは発言して,、まあ、言してくださいゲンステクスサイカリロックー レ、レバー結果は。二四四五。確定です。かね。五確定です。二番狂人の四五ろろ。四五ろろか、あんま見えんかったな。あまあ、もうね、オッケーオッケー。うーん。四番の気になった要素は、昨日述べた通りで。 1あ,あ一応たりは俺に投票してるからです。俺に投票してるから。1目線俺投票なるって思ったから、まあ一になりました。で、3番借りね。で、4番の気になった点は、昨日言った通りで、3番に言及するんであれば、3目線9じゃないっていう理由について、3番が1番、7番を疑っていて、 で、9番が7の白持ってるから、7怪しいんだったら9釣りでいいのに、なんか、なんかそこの盤面の話を一切せずに、なんか発言精査のライン精査ばかりしてたから、4番に関しては気になってました。4番の黒要素ね。で、4番5番があまり見えないかなって思って、2番4番か2番8番本線っぽいかなって思ってたのは、えっとね、 5番、4番だった場合に、昨日ちょっと時間足りなかったんだけど、5番が4番に対して、狼だったら怖いっていう精査してたから、なんかあまり5番発生、4番とつながってるように見えなかったのに、俺は。で、5番は8番をなんか弾いてたから、だから5番、8番で加工して、もあまりないなと思ったから、5番発生だったら1番あるかなと思った。1番のプレイヤーは発言してください。まあ、9番が、その、昨日段階、まあ、途中までは普通の考察してるのかなって思った。 3番が盤面で弾けるっていうのと、4番の3指摘が通ってないっていうのも、まあ、おおむね同意だったんだけど、その後の考察がに落ちてなくて、5番4番ないまではわかるんだけど、その後51ってくっつけたのは、まあ、9番が狼で8番白とか透けてるのかなって思ったから、まあ、5番8番の否定がされてなかったから、9番って1番のことを比較的スケール近いとか言って評価していた割に、5番ロークで1番っていうふうにくっつけた姿勢とか、 まあ4番ロー追ってるんだったら、2番4番ローの方が、じゃあ9番視点あるんじゃないのとか、まあいろいろなんだろうな。8、これはね、とにかく5番8番、消去法的に1番って繋げられたのが、不服でしかなかったから、9番投票しました。はい。5番8番ってだって、9番目線、全然キャンセルできてなかったから、はい、って感じですで。5番も1しろ。これ2番死んじゃないかなって思うけどね、まあなんか、 スケール自体はなんか60秒しか聞けないからわかんないんだけど、あんまり5番もなんか9番も、9番の考察もで、5番に関しては、弁明チックで1番だ1番だとか言ってるけど、1番が2番ないしは9番と繋がってる時に、そんな5番、まあ、5番の6白は分かってるけど、分かった上で言ってるんですよね。5番の考察が偽っぽい、怖いっていうのがおかしいって言われてるし、 怖いのっておかしいよねっていうのは8番からも指摘されてて5番が8番弾いて1番弾けんのおかしいから、うん、5番も2線だと思ってるから普通に2番が死んだと思ってます。はい、以上です3番 のプレイヤーは発言して,言してくださいと、ね、自分に言った理由はね7番の発言がね白かったからとりあえずなんか9はあっても今日なのかなとか思ったからとりあえず2に行ったかなって感じかななんか7番ってさグレー釣りから行こうとしてて自分の首絞めてんだよね人道だったらだから7って村きしていいのかなって自分は思ってたからそうなってくるとじゃあ2でいいかなと思って2に行ってだからさすがに7は79か 4級か4号でしょ ?4 行けばとりあえず1陣で落ちると思ってんだけど4行くのありじゃないかなと思ってるから自分4行きたいんだけどな5級ちょっとね悩むところが割とあるんだよなぁとは思ってるからさどうなの4から行くのどうなのかなわかんない自分は4から行きたいと思ってんだけど4番のプレイヤーは発言してください うんその3の提案で、ね、一つ落とし穴があって、地震だった場合、<laughs> 4釣りしたときに、うん、翌日、ほぼ決め打ちなんやけど。うん、あのここでにあの3日目、えー、2陣外残ってる状態であれば、まず無理やと思うで、それ。決め金普通だったら安定やと思っているし、今日はその場合って9釣りしかないやろ。うん、9番視点においての陣外地ってもう定まってるんやから。 釣りり切よ。で9番のーにないことをもうまずあの言うた方がいいと思っていて、うん、あの1番あたりとか特に納得できてないと思ってるんやけれども、うん、そもそも俺は7番9番7番に白を出しているから9番がおかしくなるっていう理論じゃなくって791って系統が似ているから全部ひとまとめにしてるのね。うん じゃあ、9番の絡みを見たときって、9番が7に白打っているっていう構造に加えて、7番って3番に対しての叩きがある、9番って7番の意見にそのまま乗っかって3番を釣り押している、1番ってその9番っていうのを評価している一夜から、3番視点において、7番、1番を怪しい目線があるんであれば、確実に切れるところって9番ちゃうって言ってるだけね、う。ん これに関して違和感がっていうんであれば、うん、いあの、そもそもの9番の目線っておかしいと思っているし、そこまで言うんであれば、9番が1番に対して投票されたから占うっていう、うん、その理由自体がもうありえんと思ってるけど。うん。そんだけ4番に対して偽要素を、うん、上げるんだったらね、人外としての要素を上げるんだったら、9番って1番じゃなくて4番占い師でしかないから。っていうとこかな。うーん。 あの初日はちょっと引っかかったなぐらいだったんや、2周目は。うん、もう、今日は明確におかしいわ。急ずりでしかないからね。5番のプレイヤーは発言してください。やっぱり6番さんがまあ2級指定したからでいうのもあったけど、1番さん結構5番の方に偽をやっぱ落ちたから、やっぱ1番占いしかなかったんですよね。やっぱシーンを殺したいのが1番の人狼もあるかなと一応思ったし、で、1番さんが2番のシーンを追ってるんですけど。 どういう、どこに、一日二締目でグレーコースなんもないんですよ。5番、9番、どっち、どっちが二席二陣のかシーンかなって発言もなし、グレーセンスなしに2番さんは言って終わったんですよ。1日目って。それで2番さんのシーンを1番さんって、なんでって思っちゃったんだよね。だから、4か7、やっぱ4番が多分ライン切ったと思うよ、4級で。うん、7番さん、まあ7番さんグレーは間違ってるんだけどね。1番、3番。 っていう釣りじゃ間違ってんだけど、うん、間違ってはいるんだけど、ただグレー釣りして、でもけでも9番にはいけてるんだよ、7番さんって。で、唯一4番さんだけ2番いってるから、多分4番かな、やっぱり。7番さんが9位って、もし人狼釣れたときって、まあす、まあ、占い噛,む噛めば、まあ、それはそれであれなんだけど、7番さんだけ唯一9にはいけてるから、多分7級はないかなと思うから。 だ4番さんがやっぱり9のラインを切ったが4九ローロー2強。7番さんは現状村で置いていいとは思う。9番はやっぱり投票してるところから。うん、安直かもしれんけど、うん、その可能性は一応あるので、4九ローロー2強時に提出しますので、9番行ってから、俺のことで4番占って、白結果だった場合は7番さんの黒吉をしかあげ,げます。はい。6番のプレイヤーは発言してください。まあ。 サンバさん、6ありがとう。9いこう。9いって、5いって、うん、1、4、7で、と思ってますよ。うん。まあ、ラスールはもう1か4だと思ってるんで。うん。やっぱ、そうだよね。うんと、投票で見ると俺1白いと思うんだよね。9いってるところ。 4ってかたくなに2いってんだよね。2、だって9番さんなんか <laughs>、全部に黒塗,る黒塗りしようとしてたから、7から3までが飛んだよね。結局何な,なのと思ってさ、全部に黒塗りしたら強人っぽいなと思って。その場合、9が9強なら、見知の場合って5黒なんだよね。まあまあまあ、私だけじゃ9の色見させてください。9視点ほぼ。 終わってるんでね、うん、4, 4番さんに投票した理由も消せないしやっぱ9落としだったよねあれぐい村ならね9いったと思うんだよね俺2じゃなくて <laughs> と思ってんだよねその点1の方が評価できんだよね1位って9行ってくれてるからさ、うん その場合って、八神って、二代の場合ってね、八の白高いんだよね、どうお考えたって。だって、八囲われて二強でしょ。で、二代の場合って八して二強しかないから、その場合って盤面で八白だから八神まれてんだね。で、三が、三の棋士はでけえね。いや、二周目三評価できたよ、実識はね、様子拾って。いや、三の二周目良かったなと思って。それ、評価できない四と、まあまあまあ、一と四どっちかだと思ってたし。 今日は行こう。そんな感じです。七番。のプレイヤーは発言してください。うーん、まあ、どうなの三番の乗っ取りがあるかどうかだけどね。まあ、三番さん、狩人。なら、出てほしかったけどね、それだったら、一詰めて一が白だったら。まあ、四って狼あったんだけどね。 昨日9番に入れた理由はグレーセーサが合わなかった。俺3回1怪しんでたから、9番さんが4と8怪しむ視点が合わないから、俺は釣られに来てる強人もあるなと思ったから、ちょっとグレーセーサ合わないからもう9入れた。で、これ2番さん白なら死んだよ。強人が8に白打つと俺思えない。8番さんって1周目に3と1、2人も怪しんでるから、あれヘイト買うからね。 あんまり8番さん俺オカメで見てなかったらそこに白打つのはやっぱ2し真んだろうね。で、オカメ戦、あの2番さんの白見えたらやっぱ真に見えるからそこに投与してるやっぱ4になっちゃうかな。1番9入れてるからね。で、4番さんおかしいのは3番が今日4釣りって言ったのに4釣って明日決め打ちって言ったけど2が真なら 4釣りって負けだから、自分釣られたら負ける可能性大ですって言えれてないから。まあ4番オーなんかなと思うけど。まあ9番行こうか。まあ3番さん、噛まれたらいいけど、俺噛まれなかったら3番さんもちょっと怪しんでるから占いないの透かしてるから。まあ、噛まれなかったら俺3番も怪しんでるからね。 投票を始めてください違う私じゃありません何かの間違いです九番のプレイヤーが選ばれました 9番のプレイヤーは発言しありがとう。うんいやーこれ3番オオカミだね。3番ノットリだねこれ。8番カリウドっぽかったからこれ3番しかないですね。5番3番オオカミだこれ。3番だってつかしてたもんね。あくないの。

朝が来ました。昨夜死んだのは六番、七番のプレイヤーは発言してください。まあ九、まあ、番さんの予言確実にせだね。まあけど九がローだったら三はないわ。 9番が7に白を打ち越えて3を殺しに行く白の打ち方だから、まあ強靭だったらあるけどね。どうだろう。 まあちょっと昨日、4番さんに今日聞きたいのは今日5釣るんだけど、4番さんに聞きたいのは昨日3番がもう4釣ってもいいんじゃないかって言った時に、自分釣られたら明日、その6と、5と9か決め打ちミスらなきゃって言ったんだけど、2、3だった時100%負けだから、その懸念がなかった理由ちょっと聞きたいかな。 まあ5番が強人の時絶対俺に黒打ちだろうね、4じゃなくて。あと1番さん聞きたいのは初日に5を釣ろうとした理由ちょっと聞きたい。5番って霊能に刺さってるからまだ一旦様子見てもいいのも5を釣りますってちょっと言い切ったのがちょっと気になってるから。 三番、ルドだったら噛まれたら楽なんだけどな。一番、プレイヤーは1番し,、まあ、してください。あまあ、初日に5番行きますって言った理由に関しては初日述べた通りですね。5番さんが2に対してそもそも えー、制裁欲があるっていうのが、もうおかしな話だなと僕は思ってしまうんですよね。2番自身が単体制作をするって言っただけで制裁欲がある。果たして2番が制査している姿を5番視点に見ていないにもかかわらず制裁欲があるというのはおかしいし、5番が仮にそう拾っていた場合、4番は2番に対して1番のことをもっと深掘りするべきだという論を唱えていたから、5番視点その後4番はめちゃくちゃ気になる位置なのに、 5番は4番のことを怖いというふうに強化したのが違和感だというふうに言っているから5番があんましっぽくないというふうに初集段階で述べました。<laughs> まあ3番も疑っていこうかなと俺は思っているけどね。3番さんがここでグレー冷たいって昨日ね、おっしゃったのが、まあ本当に理解ができなかったから、まあすうん、なんか3番がなんか他の変なとこ守ってるとかなら私も、な,なんかだってどう例の具合なんでしょ で、グレー詰めますっていうのが進行として間違ってるから、なんか3番が最速で PP を狙うとしてる可能性とかなんかちょっとおったんだよね、うん。絶対的にグレー詰める進行ってないから。初日白釣りはもう釣り切り進行でしかないから3番変だし、まあ、4番に関しては7番が指摘した通りで、まあなんか4番、俺釣ったら明日決め打ちやで、みたいな。なんか2番が、 なんで2番強靭たる要素って俺ないと思うんですけど。まあ2番って全然シーンあると思うけど。まあ9番人外使用している。5番は、うーん、なんか、素ってるけど、あんま俺は正面そんな新面もないけどね、新要素。とりあえず5番釣ります。3番。 本当に彼なんだけど、そんなに真に見えないかな。自分があの時に役の話をしたのが、えっと、自分は潜伏してちょっと逃げたかったから、まあ疑われてた一だか、ら噛まれることはないわなと思ってたから、あえて潜伏してたから、まあ、グッジョブぼ起こせたらいいかなとか思ったけど、起こせなかったから、もう2日目に出たかな。うん うーんそんなに乗っ取り疑うかでもこの位置で自分すりはもう飲めないからさ。で、なんであの時4位って言ったかっていうと、7のことを白置きしてたから、なんかあの位置でグレーとか言ったら人狼だったら自分の首を締めてるなと思ってで、1は白出されてたから、消去で読んでいいんじゃないかと思って4っていう発言をしたんだけども。うーん うんだって4ってさ人道のなんか自白してないかって7番もうせいけどさだから4行けばいいと思ってんだけど自分は今でも4番のプレイヤーは発言してくださいうーん,うーんとりあえず7番の返答に答えていくね俺は2番をシーンとして初日見てなかったからよ、うん、だからがしんだとしても決め打ちにしかならないし負けの確率が濃厚やでってうん その,部その場合って、俺は9番のシーンを2日目段階に見てなかったから、5シーンかなと思った。これは全部外れてるけどな、結果として。うん、2シーンだったけど。うん。ってなった時って、俺目線って3番の乗っ取りを追わなかった場合って1番、7番でしかなく、うん、5番、9番って1番を占った理由として、まあ、ワンチャン5番はまだええよ。9番の1番占い理由ってありえんから。うん。だから俺9番確実に偽やなって言うてるわけね。うん。 初日だけあったよ、9番のマットなとこって俺は思ったのはね。 うん、かつあの、3番の理論で言うんであれば、9番が7番をし打っているからって言うんであれば、じゃあ,あ、9番って7番の評価意思をしている人物としてしか映らなくなると思っていて、うん、だ,とばだとした場合って、9番、1番って絶対見れるよね。うん、じゃあ、あの7番、1番のこの関係性で見たとき、絶対的に初日って9番釣りでしかないと思っていたから、そこに関しての言及をしているだけ。うん <laughs> っていうか、うん、3番の乗っ取りを追いますっていう発言であれば、俺初日から3番に対して疑いの目線を持ってってんのはどうなんて話なんやね。うん、俺は総合,か総合的に見て3ローダー基軸の場合で見たときって2番が一番つながり売るかなと思って2番を釣ってるだけだから。うん、っていうとこかな。うん そ,そもそも9番に対して釣り要素を入れる気はなかったから2番5番のタックでって見たときに3番がおかしいと思っていて俺は2番に対して釣りを入れてるだけやからうんぐらいかな今日5でしかないよまず5番のプレイヤーは発言してください一つ言いたいことがあって謝罪しなきゃいけないけど3番占っちゃったんだよね4番タップできなくて3番タップしちゃったからこれごめんこれはもう俺スティいはいはいだめ もうあとは運ゲーでやってください、ちょっと。ダメだ。うん、4番黒じゃなかったら俺もだってこれじゃ嵐扱いだし。あダメ。もう 3, 占3にタップしちゃってたみたい、これ。はい、もうこれはもう、はい、俺りで。いいです、これはもう。はい。投票を始めつったら、ちょっと待って。う 5番のプレイヤーが選ばれました。5番のプレイヤーは発言して,してください。3白でした。うんうん、3三白でした。4番タップしようと思ってたんだけど、3番だったんで、まあこれはもう言うはなしでいきます。もうあとはやって頑張ってくださいはい。 夜が来ました目を閉じてください 朝が来ました昨夜死んだのはうわ俺かもんかいやらしい髪するね一番のプレイヤーは発言してください7いや ええー、ちょっと待って。七神七神いやー、や誰が狼でも髪の毛がい、いや、わかんねえ、なんでこれ。いや、だから、三は、いや、 まあ4の、まあそのなんか、ほぼ2番のし2世決め打ってたっていうのは、まあ 2, 2番投票してるから一応筋取ってるから、七髪っていうのがなんか4番の髪に見えねえんだよな。お俺だったら普通、なんか誰が狼いな神なしするのかなって思っちゃうから、そういったも考えると3番の乗っ取りってあるんかなって結構思うけどな、一番、まあ、髪見ちゃうと、この 乗っ取り直した人物って俺は7番なのかなって思うから7番とか俺もだけど3番なのかなって思うけどな3番が飛躍をすかしてなんか売らないか俺が狩りだったら絶対的に飛躍はすかさないんですよね陣害から白打たれて盤面めちゃくちゃ弱くなっちゃうから。 ま、スムラン時でもやんないし、仮リだったらなおさらやんないなと思っちゃうんだけど、この紙見て3番に俺はなんか行っちゃいそうになってます。 いや、3番出ねてやろあと。嘘でしょやば,いやばいやばいやばいって感じなんだけど、<laughs> 自分からッセはんだと思ってるけど、だってそうだもんね、1、4が出てるから4なんだけど、えー、だから言ってねえー、でもあの感じ的に5番の発言的にはもう5が死んだと自分は思ってるし、 逆に何を言えばいいんだろうな。狩りだから調子乗ってあんま発言聞いてなかったかって言うしかないよね。でも飛躍をすかさないっていうけど飛躍を透かした方が逆にかばれないし何潜伏してグッチョボこせることを信じてたからまあ起こせなかったからもう何も言い訳ができないんだけどうん。乗っ取りとか言われちゃもうしょうがないけどさでもそんなに黒く見えるなら。 やばいと思ってるんだけど1番には1回考えた方がいいよしか言えないんだよね。この後に同票にしてもいいからさせめて自分は4行くけどもう1回聞きたいなら同票にしてもいいけど4位って4番のプレイヤーは発言してください。 うん、じゃあ、そもそも3番視点においての4番の黒要素を挙げた上で、4番って言わなあかんと思っているし、うん、そもそも俺は3番に対しては、7番、1番の審議、まずないのっていう話をしているよね。9番軸でおいて、い怪しんだ軸においては。<laughs> っていうところ。 うん、5番心理になった要素が何って思ってるから、やっぱり3番の、うん、と発言っておかしいなって思ってるのね。そもそものっとりうんぬん以前に、にゃくすかしうんぬんっていうのも考えずに見たときって、俺3人しか言及はしてないよ、うん。そこに関して言うんであれば。うん だからこそ1番7番があの3番の8番棋士の乗っ取りっていうところに関しては、俺はあんまり追う必要性がないかなと思ってんけど、なんでそこまで必要に4番を釣りたがるのって話ないよ、うんよ。消去法とかじゃなくてね、うん。っていうとこね。1に関してはだとした場合って、3の審追う O1 っていう以前に単体での発言精査。 っまず言うた方がいいと思ってたし。うん、あの3番ってさあの、狩って出てるからってそこでってなったら違うと思う、この盤面は。うん。い、e、つじゃないもん、これ全員疑い位置になってるもん、ここの状態。なんでそんな位置に行って行こうとしてんのかなって普通に思ったけどな。どっちも、うんあほしおかしいとこはあるよ。 俺は3番に関してはあの狩りで出る以前からもう怪しい運目線を持ってってたし、うん、9番ローで見た時の視点って絶対7番1番外したらあかんと思ったしう騎士で乗っ取ってたらぐらいかなどうしようこれうーんまあ俺かん乗っ取りなさそうだけどね 4番のプレイヤーが選ばれましたゲーム終了村人の勝ちですえっご心ごかに強いや我がははもう1番さんと3番さんらやってくれると思ってた思ってた うん、ちょちょっと待って、タッツーさん、マジでオ番だったのマジ、も本当に3番タップしてたんですよ。なんか4番タップしてたら、プレイヤーがなんとかなんとかって言ったら、3番タップした本当ですこれ薄、薄じゃない <laughs> けど、俺れ以上はどこ死んだったんですか俺だったんですけど、いや死んだよ7番が黒だった時 俺が死んだのに嵐になるじゃないですかって <laughs>。だからいや、やもう発言しなかったんですもう。これはゲームにならないし。<laughs> はい。それた,のために、4番白だった場合、申し訳ないじゃないですか。俺死んだのに <laughs>。で、7番人道でしたってなった時、うん、いやあ,あれなるから。はい。2番さんこ。いや、別にじゃない結果、2番 ?2 番さん。2番さんいる、はい、はい、聞こえます。二番さんは八ローと思って白打 まあそうですね、老化怪しまれるポジションかなって思って、とりあえず1周目で打ちました。ああ、そうだったんだ。うんうんうん。いや、無心つったろうなと思ったけど <laughs> いや、盤面で見たら大体2審の方が強く見えね。 これ、グレーツメったらどうなってたらね。3番さん借り落としをしたら、多分1つになってた。一つでしょ1つになってたかな。1つって3か6かみ ?1 つレッタどうしてるハノさんとクラムさん。1だったら、うーん、逃げるっていう目的だったら合格かな。 じあ、クラムさんは五ミを推奨で、花さんは。あ、俺はもうラスルに任せるから、うらやん時は。ああ、クラムさん、五神か、じゃあ。一釣り五神か。一釣り。まあ、その時に、二番が、<ー>あの、どこに何を、なんの色を打つかで変わるけど。そうやね。に。そうだ。まあ、とりあえずいい、もう。ふうくの初秋の発言が、かりっぽく見えてたんだよね。 所詮って何か言いましたけど、何も言ってないんですけど、なんか村にないことはしないようにしてくださいみたいな、先生みたいな感じだったから。いや、俺はそれは思わんかったな、どっちかっていうと7八に、7 8あの仮目の方が強いかなと思ったから、そうか、なんか例の仮っぽいなと思ったんで、ただの住村です。まあ確かに政治家のような話してたね。 いや、なんでこんなあの選挙に赴くような発言してんのかなと思って突っ込んだけどまあまあ、とりあえず1釣り5釣み9釣りまあ6釣み2釣り3カり最終日784かで7 8四だったら七番釣り殺す感じですね784選、うん、うん、じゃランだね まあしたらクラムさん言ってたかな。いや、それはら高橋さんしてそうだと思いますよ。これ六番、八番に対して、飛び入れてないも、うん。いや、サンバさんの二周目良かったですよ、私視点はね。評価できたよ、三点。周目、うん。2周目あれだっと二周目は良かったですよ。いや、俺も遺言結構頑張ったんだけどな。

我が輩もちょっと塩、塩、胡椒だったでしょ ?5 だけは弾いてたんでっていう。あまあ、そうですよあ。ありがとうございます。だって5芯の場合、6白しか持ってないとちょっときついもんね。そうそう、あれきついんだよね。うん、初め釣りが。<ー>うん。そう、2級、まあ、芯だったら1個白落とせてるんで、やっぱ。そうそう、ブレ釣り結構ありなんだよね。 ああ、グレー、グレー釣りもね、まあね。逆にクラムさん、四9が連れてた場合はクラムさんも結局俺を噛むってことですよね。多分もし9 2、九ランで9連れた時も俺噛むってことですよね。え、2、九ランだったら2かもよ。あーあ。でも俺、5にせわすタイム。ああ、多分一番裏になってると思うので、ね、クラムさんやっぱ怖かったんで、やっぱり、はい。そうだよ。<で>だって4番さん、だってまず顔色悪いもんね。まずね、やっぱ。<laughs> <laughs> これは顔を悪いじゃんだって、<laughs> どこかがちょっと青っぽくないなんかあーちなみに3番さん、<laughs> 最後は捨て声。3番さんいるあれはい。何ですか最後はあのー、5つった日は捨て声。<laughs> えっと、なんかい何 ?5 つった日。 えっと、1枚持ってて、一応。ああ、あれ、まもなくていいよ。あ、<で>マジでいいあの、グレー詰まるから、か <laughs> ませた方がいいから。あ、丹番さん、お疲れさんで。